韓国のムン・ヒサン国会議長は滞在中のアメリカで天皇陛下をめぐる発言について普段からの持論で10年前から話してきたとして確実で明らかなのは謝罪する事案ではないと強調しましたその上で慰安婦問題について真摯な謝罪の一言で終わることをなぜこんなに長引かせるのかということに言葉の本質があると述べ 日本が謝罪するべきとの認識を改めて示しましまた。一方で天皇陛下について戦争犯罪の主犯の息子と発言した真意については明らかにしませんでした。